はい、皆さんこんにちは、竹島です。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回もですね、野口整体及び二の目整体に興味ある方のために健康に役立つ情報をお届けしていければと思います。ですね、今回は、ホワイトボードを使わず、こう座った、まあ、僕今椅子に座ってるんですけども、こう座った姿勢でちょっといろいろお話ししていきたいなと思います。で、今日話すテーマっていうのは、人間の寿命っていうことについてちょっと話していきたいと思います。まあ、ちょっと重たいテーマかもしれないんですけども、まあ、なんでこの話をするかっていうと、ここ最近でね、2人の方と会うことが、会ってお話しすることがあったんですよ。で、1人は40代ぐらいの方で、今が辛いと、仕事にしろ、普段の生活にしろね、今が辛いからもう早く死にたいみたいなことを言う、そう言ってる方で、そういう方とちょっとお話しする機会がありました。そしてもう一人の方っていうのは70代後半の方で、もう末期がんなんですね。末期がんでもう自分で、食事もできないし、自力呼吸もできない。だからもう病院のベッド寝たきりで、いろんなこう、なんていうの、人工呼吸装置とか、まあ、そういうのにつながれて生命をなんとか維持しているという、そういう状態の人で、その人はやっぱりまだ死にたくないと、死ぬのが怖いっていうふうに言ってありました。このね、なんかすごいこう、まだ若くて元気なんだけど早く死にたいね、まあそこそこいいお年で、もうそれこそ大変な病気患ってらっしゃるんだけど、まだ死にたくないっていう、こういうなんかちょっと対照的な2人の方とね、会ってお話しさせてもらった時に、僕の中ではその寿命というかね、こう寿命って何だろうな、で人間の命って何だろうなとかね、そういうことをちょっとこう考えることがありました。人間の寿命っていうのはやっぱり誰にもわからないんですよね。何歳まで生きれるのとか、いつまで生きれるのかっていうのは誰にもわからない状況ですよ。で、その死に方っていうのも選べる時と選べない時ありますよね。やっぱり運よくっていうのは、運よくって言ったらおかしいかな。なんか、ま、僕自身が思ってるのは、やっぱりこうある程度年いった時に、何か大きな病気が見つかって、あと半年ですとか、あと1年ですとか言われる、そういう亡くなり方が僕自身はね、いいかな、僕自身は理想かなって思ってます。まあ、半年とか1年あればね、いろいろ周りの人に会いに行ったりとかね、やりたいことをこうやって人生終われるかなと思うんだけども、まあ、そんな風に思ってても、いきなり不慮の事故とかで亡くなってしまうかもしれないし、極端な話、明日ね、交通事故になって死ぬかもしれない。っていう、そういうことを考えたときに、やっぱりこう生き方、人間の寿命っていうのは分からないから、いつも何歳まで生きるって分からないから、ということはこれみんな先人の偉い人たちがみんな言ってるんですけども、人生っていうのはやっぱり今をよりよく生きることしかできないんだなっていうのはね、今をよりよく生きる、明日生きてるかどうか、明日目が覚めるかどうか分かんないし、だから今をよりよく生きる、ベストを尽くすっていうかね、まあ、ベストを尽くすっていうか、そこまでこう力入ってこうガッとするもんでもないかもしれない。ただゆっくりとね、大切な人と時間を過ごすっていうのでもいいかもしれないし、なんかね、もうその先ほど最初の2人の方と会って、ちょっといろいろ話しさせてもらった時に、なんか自分を見つめる、そういう時間を持てたっていうかね、自分もの人生を考える時間を持てたっていうのが、最近僕にとってちょっといい、良かったなと思いました。まあこのビデオを見てくださってる方っていうのは、いろいろ健康のことで悩んでる人が多いと思うんですけども、野口先生も65で亡くなってるんですよね。で、本の中で例えば7歳まで生きたから生き切ったとか、寿命、長寿だからよかった、いいとか、短命だったから
短命だから悪いとかそういうのないっていうんですよ。やっぱりその生き切るっていうかね、死ぬまで全力で生き切るっていうことをやっぱりいろんな本の中で、ね、野口先生の本の中ではそういうことを言ってらっしゃると思うんですね。でやっぱりまあそれはそうだと思います。僕もね、いつ自分の人生が終わるかわからないじゃないですか、皆さん。そんな中でやっぱり今をよりよく生きるっていうことしかできないわけなんですよ。でもそれをね、気づかせてくれた最近会った2人の方にはね、まあ会えてよかったなって話できてよかったなと思います。まあちょっとね、こうまあお題がお題だけにね、なかなかこうまとめられないよね、こういう話っていうのはまとめられないんだけど、まあ僕のこのビデオを見ていただいて、もし悩んでる方がいらっしゃったら何かヒントとか、自分の気づきになれば嬉しいかなと思います。ちょっとね今日は重たい話でしたけども、また次回からはね、またいろいろ生態話、面白い話もねしていきたいと思いますので、また次回からも、竹島生態のビデオよろしくお願いします。